こんにちは。よろしくお願いします。クラフトネットワークの5回目の授業です。コメントして、クラスルームの方からもたどれるようになっているはずですので、ぜひよろしくお願いします。それでですね、マッチングモデル化という回だったんですけども、一応コメントの方、ちょっと全部見ていかないんですけども、こういうような、コメントがありまして、コメントだけをですね。組み合わせを評価したり、効率的な組み合わせを見つけたりするので便利そうと感じました。部屋の家具の配置を提案するアルゴリズムのようなものを作れそうですね。また、こういうふうに自分なりのですね、こう、なんか例を考えたりとか、こういうところにこういう考え方は使えないかなっていうふうに、思う、まあ、考えるってことは重要なので、ぜひ皆さん、自分なりの、例というか、自分なりのこういうところに使えるんじゃないかなっていうふうな、適用先ですね。まあ、そういうものを思い浮かべてもらえるといいかなっていうふうに思います。でですね、まあ、効率的な組み合わせを見つけるっていうふうな、言葉があるんですけども、ちょっと私の方はですね、効率的なという用語は少し注意が必要なので、これについては以上で補足をしますというふうに書きましたので、ちょっとこれについて今から、今日はあんまり時間取らない気がしますけども、15分ぐらいかな、多分話すことになると思います。はい。じゃそれをちょっと今からやっていきます。で、ですね、どうしようかな。ちょっとあんまりちょっとプランがないんですけども、しまったしまった。ですね。まあ、これ見ようか。なんか、ドミノ型人種では、まあ、こういうような話をしてたところがあったんですけども、その今、効率的っていう言葉があったんですね。で、その効率的って言葉についてちょっと補足をしたいんですけども、補足。をしたいんですけども、今、まあ効率的と言いましたね。今日、まあ、あるいは効率性。まあ、効率的っていうのは、まあ、その、まあ、効率性の効率的であるというのか、性質を出していて、効率性はまず、その、名詞だということですけども、だから効率的なとかっていうふうに、なんか形容詞的に使うと、形容詞的って、ね、他の言葉がその後に続くような形で使うと思うんですけども、英語で言うと、効率的なのはエフィシェントですね。で、効率性っていうのはエフィシェンシーですね。で、何がちょっと補足したいことなのかというと、この言葉はですね、いろんな意味があるということなんですね。だから、その使い方によって、意味することが変わってきたりするんですよ。で、それを補足したいなというふうに思うんですね。で、よく皆さんが、だからどう言えばいいのかな。じゃあ、せっかくあったので、なんだっけ、コメントスクリーンで質問する形にすると、じゃあ、効率的な〇〇。もうじゃあ、この、まるまるに、当てはめると、なんかそのしっくりくるような、なんかその名詞というかフレーズっていうのをちょっと思い浮かべて、その教えてもらえませんか？効率的ななんとか言ったら何でしょう？流れないかな？すいません、ね、なんか流れないですね。あ、流れた。そうですね。効率的な時間の使い方とか、効率的な栄養摂取。方法をしますね。時間の使い方。あ、栄養摂取。ちょっと待ってくださいね。あ、どんどん流してま、あの、あの、コメントは出してもらっていいです。私の方はログ見えるんで。勉強法です。そうですね。ちょっと、もっと、もっとください。ちょっと待ってください。見えると言っときながら、ちょっと今見えなかったんで、ちょっと見えるようにちゃんとしなくちゃいけないんですけども、効率的な方法、効率的な行動、方法、
行動とか勉強法とか、他に何かありますか？お金の使い方。他に何かありますか？充電、あ、発電方法。発電方法。そうですね。なんかいろいろありますね。なるほど。他にありますか？ 計画。ありますね。ちょっと、これやってるとこれだけでは日が暮れちゃうかもしれないんで、じゃあこれぐらいにしておいて。ですね。ありがとうございます。だからまあ、なんかその効率っていうことになんかつながっていくような言葉っていくつかあると思うんですけども。で、例えばですね、だからその効率的な方法という言葉、なんかその勉強法のような方法ですね。だから使い方っていうのもなんかまあこの方法のような感じですよね。発電方法とかね。でも栄養摂取っていうのも、なんかその栄養を摂取する方法のことを言ってるのかなって気もしますし、計画っていうのもそれをするための計画だから、やっぱり方法に関することなのかなって気もしますよね。まあ、行動はその方法を実際にそのまあ行動に移してるってことだと思うんですけども、だからまあそのなんか方法みたいなものが後にこうくっついてくるのかなっていうような気がするんですよね。で、そのじゃ効率的な方法って言ったときに、例えばじゃあ効率的な方法って言ったときに、皆さんのこうなんか何を思い浮かべるのかっていうことが、実は2通りあると思うんですね。で、その2つの、ことを今から言うんですけども、そのどちらにも共通するのは資源の有効活用です。活用。有効活用です。だからその資源を有効に活用するってことを、なんか目指してる。まあ、いうのがその効率的なっていうような言葉の使い方になると思うんですね。で、その時に、じゃあこの実際の有効活用って言ってるのは、何を言ってるのかっていうと、これがですね、なんか今から文字にしますけども、なんか文字にすると、あたかも相反することを言ってるように聞こえるんですね。で、実際それちょっと文字にしてみます。で、一つは資源の有効活用っていうのは、資源をできる限り使わないっていうことです。だから使わなければ使わないほど、なんだろう、だからまあ節約してるとか、なんかそういうような意味合いですね。節約してるという意味合い。で、もう一方は資源をできるだけ使うんです。例えば、なんか1万円手元にあって、なんかその1万円で何か買いたいとかっていう時には、何か買いたいっていうと言いけないかな。まあ、じゃあどうしようかな。例えばなんかその1万円の商品券があって、そのまま1万円分使えるんだけども、そのなんか換金はできないと。で、なんかお釣りももらえない。っていう時には、そのできるだけその1万円を1万円分使いたいわけです。だからそういう時には、1万円のクーポン券って資源をできる限り使うっていうのが、そのなんか効率的な方法のように思えるわけですね。いいですか？よくわかんない。だからその資源をできる限り使うっていうのが効率的っていうふうに思える場面もあるし、資源をできる限り使わないっていうのが効率的であるという場面もあるわけです。わかります？よくわかんない。どうですか？なんか。だから、言いたいのはその効率的なっていう言葉は非常にややこしいんですよね。この相反するような二つの意味を持つようなことがあるんです。だからどちらのことを意味してるのかってことは、そのなんか文脈であったり、考えている状況とか、そういうことで、
変わっていくんですよね。で、そういうことがあるので、だからその効率的なっていう言葉を使うときには、その実際そのどういう意味なのかってことは割と注意してないと、誤解することがあるので、だからその、まあ、その言葉の定義ですよね。その効率的だっていう言葉はどういう意味、どういう定義のもとで使われているのかってことを、確認するっていうのが重要です。でですね、その、この今回のその、マッチングのモデル化の話でおいて、この効率的な、効率性っていう言葉をちょっと気にする部分があるとすると、どういうところかっていうと、まずですね、今回そのマッチングのモデル化の話のところでは、その、ものを割り当てるとかっていうような話を、まあ、した部分があるわけです。例えば、研修医に病院を割り当てるとか、まあ、多分病院に研修医を割り当ててるのかもしれませんけど、まあ、そういうふうに割り当ててるとかですね。まあ、ようなことがあったんですけども、で、そうするとですね、まあ、そういう、そのなんか割り当てるとかっていうときの、その割り当ての効率性とかっていう言い方もあるんですね。だから、その効率的なっていう言い方に合わせると、効率的な割り当て。効率的な割り当てっていうふうに言う場合には、この上の、ちょこで、じゃあ、番号をつけた方がよかったですね。1番、2番。その1番と2番の、まあ、どちらの意味で、この効率的な割り当てっていう言葉を使うことになってるかというと、これは大体2番の方です。2番の方です。だから、何かっていうと、もうその、なんか限られた、限られて、決められたなんか資源がありまして、だから、例えばその、その研修医の割り当てだとすると、まあ、その研修医を資源と呼ぶことにすると、その研修医があって、そのできるだけそのたくさんの研修医を病院に割り当てるってことを、まあ、したいとか、まあ、そういうことをができると、それはその効率的な割り当てということになるわけです。で、これは、そういうようなその使い方っていうのは割と経済学で、よく、使われる効率性です。だからその経済学で効率性といったら、その資源を限り使うっていう方の意味を、その定義とすることが多いです。でですね、もう一つ、その今回の話の中では、その、まあ、アルゴリズムとか計算法とかそういうのがあったんですけども、その、まあ、効率的なアルゴリズムとかっていうような言い方もあるわけです。アルゴリズムっていうのは言い方もあるわけです。で、そうすると、これはどちらかというと1番なんです。例えば、その時間をできる限り使わないとか、メモリをできる限り使わないとか、そういうことをそのアルゴリズムが効率的であるというときに使うわけですね。言葉として。だから、なんだろうな。コンピュータサイエンスで。あ、よくっていうのは聞かせたかったんですよ。何なんですか。よく使われる効率性が、まあ、この資源をできる限り使わないっていうような、意味合いなわけですね。だからその使う資源は少ない方が良いと。時間とか、そういうのは資源だと思って、時間とか、なんだろうな、そのメモリーの量とか、電力とか、そういうのは資源だと思っていて、そういうのはあんまり使わない方が良いというふうに、まあ、思ってたわけです。で、そうすると、我々はですね、今からですね、わけのわからない日本語を言いますね。何かと、例えば、効率的な割り当てを計算するための効率的なアルゴリズムとかっていうような日本語は成り立つわけです。成り立つんだけども、そこで現れた効率的だっていうふうに言ってる言葉の意味は全く違うわけですね。ですか。だから、まあ今ちょっとなんだろうな、無理やり、混乱させることを、混乱してしまうことをお伝えしているとは思ってるんですけども、だからまあそういう時に、その効率的なっていう言葉、まあだから今はその効率的なっていう言葉に着目していってますけども、どんな言葉に対しても、その言葉には定義があるんだと
いうことを、肝に銘じておいてほしいと思うんですよね。で、その、だからまあその定義が、なんだろう、定義についてちゃんとその話し手と聞き手の間で合意ができてないと、やっぱりコミュニケーションがうまくいかないわけです。で、そういうことがありますので、特にまあここ、今日の場合にはその効率的なって言葉について言いましたけども、まあ、そういうふうに、そういう言葉が使われる場面では、その言葉が、なんか効率的なって言葉は、そこなんか日常的な言葉のような気がするわけですよね。でも、なんか日常的な言葉に思えるものにもちゃんと裏には定義があって、その定義によっては大きな誤解を生みそうなことがあるんだっていうことは十分理解しておいてください。これが今日、ちょっと僕の補足としてお伝えしたかったことです。いかがでしょうか？いいですか？はい。ありがとうございます。今日はですね、コメントも、毎週同じぐらいいただいてるんですけども、もっとコメント欲しいなと思ってますので、ぜひ、皆さん、ちゃんとコメント出せるようによろしくお願いします。一つだけじゃなくて、複数コメント、書いていただいてもいいですし、うちの授業の内容の、質問であったり、授業の内容に関する、要望とか、授業の進み方の要望とかでも構いませんので、ぜひ、コメント毎回出すようにしてください。よろしくお願いします。では、僕側はここまでです。